はい、こんにちは、とグリです、えー。今日はですね、ちょっと VTuber 全然本当知らないんですけど、ちょっとすげえなと思う記事があったんで、えっと、ちょっと背伸びしてご紹介したいと思います。2時、3時は皆さんご存知ですかね。もう上場してすごい話題になってたんで、そっち側のニュースを落ちてる人は知ってると思いますけど、まあ、エニーカラーさんが運営している、まあ、VTuber 事務所って言えばいいのかな。 ー t u b e r のこうライブ配信をサポートする事業によって、第二四半期で売り上げだった。119億ですからね。すごいですよね。この学生企業なのかな、この人。もう本当に綺麗に右肩上がりの売り上げを上げている。2017年に早稲田大学の学生だった。1から 株式会社が全年年エンタテイメント企業。2022年に東証グロース市場に上場ですかね、5年で大躍進って。で、まあ <coughs>、歴史上、本当こういう、あの、激伸びするベンチャー会社っていうのは結構やっぱ大学の間に起業されてるっていうのはもうね、あの、まあ、Apple だ、Google だ、Facebook だで、おなじみの話なので、まあ、日本にもいよいよそういう流れが来てますねって、まあ、VTuber という新しいエリアを発見したのは、 早稲田大学の方でででで5年でここまで伸びてているって話なんですけど本当ね、売り上げの伸びが美しいんですよね。クォーターのグラフなんで、当然あの、若干デコボコあるんですけど、綺麗に右肩上がりで伸びてるんですけど、面白いなと思うのが、そ YouTuber が話題になった時には、YouTuber の収入って、まあ、いわゆる YouTube の広告収入がメインで、まあ、それでもその、 大金が稼げるって話題になって、まあ子供の憧れの職業ユーチューバーみたいになった歴史がありますけど、最近やっぱりユーチューブ芸能人が参加し参入してきて、昔ながらのユーチューバーは結構苦しんでるみたいな話もあるんですけど、ユーチューバーのビジネスモデルって実はユーチューブの広告収入ってメインじゃないんですっていうのがこのチャートを見てるとすごいよくわかるんですよね。 収益の柱として4つあるらしく、まあ、ライブストリーミング、コマース、イベント、プロモーションの4つなんですけど、実は、ライブストリーミングの投げ銭がすごいみたいなのはよくニュースになるんですけど、収入の柱って実はコマースなんですよね。コンクォーターでいくと、ライブストリーミングが 8, 8億になるのかなちょっと桁結構なってきますけど。 でコマースが19億なんですよね。だから倍以上あるんですよ。で、しかもイベントが8億で、ライブストリーミングと同じぐらいあって、プロモーションもこれまた8億で同じぐらいなんですよね。だから、すごい綺麗にポートフォリオが組まれていて、その YouTube のこの広告番くらっても実はあんま、その、それだけでは死なないってい、そのファンがしっかりついてるからコマースが動いてるっていうのが、すごいですよね、VTuber ね。 ちょっと本当 VTuber 全然わからないんですけど、さらにすごいなと思ったのが、実はもう海外展開も仕掛けていて、もうこの1年2年だと思うんですけど、急増してるんですよね。英語の売り上げが。 この VTuber の文化って、実は日本が起点なんだと思います。多分、海外やっぱりもう自分が出るのが案外普通で、まあ、日本は逆にその顔出しをちょっと嫌がる文化があるからこそ、VTuber 的なものが、あのまあ、ガラパコス的に発展したんだと僕は認識してるんですけど、でもこれがちゃんと海外に向けるってのは、これはね、すごいことだと思うんですよね。しかも、なんなら VTuber 一人当たりの売上高、英語圏の方が高くなってるんですよ。 あの日本語圏より。これはね、可能性めちゃめちゃ感じますね。もともと YouTube の投げ銭機能のスーパーチャットの累計金額ランキングが2020年に発表されたときに、実はトップ10の上位7人を日本の VTuber が占めているっていうのが非常に話題になったんですよね。それぐらい日本の VTuber のカルチャーっていうのはまあ特殊で、 世界からもびっくりされているものだったんですけど、実はそれをちゃんとその海外向けにやると、ちゃんとこのファンがつくっていうね、ちょっとそのサイトで何人か見に行ってみましたけど、実際本当数十万とか平気でチャンネル登録者ができていて、まあ、やっぱり YouTube はグローバルプラットフォームなんで、まああの、日本人がやってるのか海外の人がやってるのかちょっとよくわかんないですけど、ちゃんと英語で VTuber をやれば、海外の人たちにも楽しんでもらえる。 やっぱ海外のクリエイターのトップの収入って、まあ、当然ですけど、世界がターゲットなんで、そのフォロワー数とか売り上げが全然違うんですよね。まあ、ミスター・ビーストが、ほぼね、フォートナイトでミスター・ビーストコラボやってますからね。ミスター・ビーストの、フォーブスのクリエイターランキングでいくと、もうその収益が78億円とかなんですよね。TikTok のトップクリエイターのチャーリー・ダミリオも、 25億円とかですかね。もうトップスターアスリート並なんですけど、もうフォロワー数が1億とか2億とかそういう単位なんですよね。だから、こういう人たちの中に、案外この2次3次の VTuber が割って入ってくる未来はある気がします。 あもうやっぱり市場規模で言ったら当然海外の方が多いんで、この投げ銭の文化は日本特殊って思い込んでましたけど、案外これがこれから世界でも来るトレンドだと考えると、2030は今はあくまで国内の売り上げの方がでかいんですけど、海外の売り上げの急増っぷりから考えるとね、これ近々海外の方が多くなるっていうパターンは、これね、あると思いますね。なんかスマホメタバース、 リリアリティでしたっけもう確か海外のユーザーの方が増えてたりしますけど、やっぱりあくまでその日本は本当に二次元が強いんで、まあ、ある意味二次元の方がコンテンツとして注目されやすい国ですけど、海外もやっぱりアニメの人気が上がってるのあって、そこら辺の二次元に対する抵抗感がなくなってるどころか、二次元の方に普通にはまる人たちが日本と同じように増えてきてるのかもしれないなっていう。 どうしてもね、これは僕はあの、日本はアニメで産業の柱にするべきだって言うと、結構あの、真面目なコンサルの方からは、アニメの市場規模知ってますから、みたいな。そんなんで国は支えられませんとかってよく言われるんですけど、いや、これね、こういうのを組み合わせていくと、それこそそのインバウンドの旅行で聖地がとかっていろいろあるんで、やっぱ、組み合わせの経済効果で言うと、やっぱこういうコンテンツとか、アーティストとかの、 知名度ってめっちゃ大きい気がするんですよね。この VTuber の人たちまた歌を出してたりとか、これがね、またそのコンテンツになったりとかありますからね。っていう、はい、あの妄想ううでした。多分もうすでにこういうこと起こってますよっていうのをご存知の方も多いと思うので、ぜひご存知でしたらツイートなり、YouTube のコメントで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。